今回は観光で訪れる皆さんがあまり知らない阿蘇山の横顔をいくつかご案内いたしましょう。シルクロードの砂漠の様子はこんな感じなのでしょうか。古い時代の火口跡の岩壁は、これが日本の風景かとびっくりしますね。火山ガスが発生すると登山禁止となり、この火口を覗くことができないことがたびたびあります。まだまだお見せしたいところがたくさんありますが、今回はこれにてさようなら。